167号線人吉市街地方向。朝の最低気温は15度、最高気温は29度まで上がるようです。美濃の地区移動します。きれいにしますね。
宮崎、鹿児島方向。左手は九州自動車道路。スマートインターチェンジです。右折しますと221号線海老野市方面。
ボウの地区移動してます。橋を渡ります。小佐出川、そして錦町西井出の口地区へと入りました。左手は弓道、昭和地区です。
左手は体側近く、シモバルチクです。中ヶ原地区、右手奥、錦町役場。この辺りから霧が出てます。放射冷却で、今からの季節はこういう感じになります。寒くなると、なんと午前中は霧が晴れません。今日は初めてですね、放射冷却現象です。朝霧町面田、左手は錦町木之江平地区です。
接して昨日平野地区内へと入ります。平野地区から移動します。国道へと入ります。左折は湯の前、右折して人吉方向、
左斜め前方錦町役場。
右折しますと国道方向、神奈川方向、中原方向へと移動します。正面の山、白髪岳、正面右手の山、この真正面が一草山です。一部境地区移動してます。右斜め前方、山のくぼんだところ、五木村、ちょっとガスがかかってますね、霞んでます。八代方向です。山のくぼんでる方向、
が春地区へと入ってます。正面は一部小学校、左手は錦の地役場、
で一部各位地区、左手は小川地区です。人吉左折が目の前、正面は中ヶ原地区です。小学校右折しますと国道方向です。左折して中丸横山方向、正面は、白髪岳です。右手の方が一房山、ほとんど流地区へと入っていきます。
といかん。大丈夫な。I'm a demon!
下原地区です。左手は昭和地区。湯の前左折して人吉方向、錦町西久保地区そして信号から先は市角地区へと変わります。
町西久保宇野地区へと入っています。映ってるかな。あんま早かった。はい、どうも。
から内かどっちかへと変わります。旧道一部方向です。前方山のくぼんだところ五木村、直進しますと球磨川に架かる錦大橋、収穫された米はここに集められます。そして乾燥出荷されます。はいはい、
聞いて右も各位地区、左手は小川地区です。西都市方向、直進して中ヶ原地区へと入ります。エビの四方向です。
田さんが梨買いに来られてますからね。エビの死の方法をしつこく教えていただきます。
チブビュー地区です。右手一部中が春地区。朝地区へと入ります。被災された方が入
えられるみたいです。錦町西今山地区へと入ります。
日曜日の午前中、日曜日、はい、西野村駅です。熊川鉄道伊佐尾踏切、右手に肥後西野村駅です。今は左先の熊川に架かる橋が流れましたから、この前の水田で 2,3 年は普通です。残骸は残ってます。熊川鉄道の代替用のバスです。前間バスで在庫を輸送してるみたいですね。そして相良村柳瀬伊沢地区です。そして右斜め前方山のくぼんだところ、五木村です。そう、左斜め方向は人吉市市街地熊村屋市の熊本市の方向です。はい、誰？
瀬並木の地区移動してます。
道へと入ります。右折人吉、左折が湯の前方向、左手は旧道です。はい、曲がるのかはっきりしてくれ。昭和地区左手は原田川地区です。下原地区へと入ります。
日ヶ原地区です。右手奥錦町役場、左手は町内グラウンド体育センター
手奥、錦町役場、うん、原田川地区、左手は一部昭和地区です。出の口一部で移動しています。
地区へと入ります。221号線 U ターンして人吉方向、突き当たりはポイント切り替えです。221号線へと変わります。違った、219号線へと変わります。ご覧の通り、
道線湯の前方向 U ターンしています。ウボウの地区です。西区町西、井手の口地区へと入っています。白髪岳です。左手は旧道一部方向、佐杉地区です。
元気よ。ゆうちゃんは元気？
の内くんです、もう撮ったな。まだ。はい。はいはい、まだ慌てんでもいいけど。じゃあ置いとく。今頑張って。はい。
国道へと入ります。右折、湯の前、左折は人吉方向。右手奥、錦町役場。山頂が霜で白くなるんです。白髪みたいになりますからね。で、白髪だけと言うんでしょうね。はっきり分かりませんけどね。でもここ 2,3 年は暖冬で霜が降りませんね、山頂に。錦電話。
錦電話。
国道人吉方向、現在の気温は30度ですね。人吉到着までクラシックをお楽しみください。エンディングテーマです。
取締役宗川です。終わります。